に初めて友達とお外に遊びに行くそうです。え、もう言わないからだよ。前回の動画でぼっち施設出てたんですけど、ぼっちじゃないです。あの懇談とかね、いろいろ話聞いた時に、まあ、一応ぼっちじゃないことが先生の言葉にあの証明されました。そしたらなんとこの冬休みに初めて友達とお外に遊びに行くそうです。小学校の時は友達のお家にも遊びに行ったことあるんだよね。あと友達と一緒に近くの遊具施設にも行ったことあるんだよね。ああ、はい、行ったことあるんですけど、これぐらいね、記憶にないぐらい昔のことなんですよ。はい、ということでママね、今時中学生どこでどんなことをするのかすごく気になるので、ぜひ今決まってる段階の計画を教えてもらおうかなと思います。電車でカラオケに行って、電車で直でカラオケ行くの？電車でパラリラパラリラパラリラって暴走族やん。まずどこ集合なんですか？駅。地元の駅集合。はい。カラオケの近くの駅まで行って、はい、で歩いてカラオケ行って、はい、歌ってショッピングモールふらついて、また駅で電車に乗って帰ってくる。ほう。中学生カラオケ行くの？行くよ。ママたちの時代は中学生はごめんなさい、あの地元でしか遊ばないですね。え、地元じゃないの？あのわざわざ電車に乗って移動はしない。地元じゃないの？あの電車で移動するのはちょっと行動範囲広いかなと思いますと、ママびっくりしました。で、そのカラオケ屋さん決めるのも結構大変だったみたいだよね。うん、まずあのママたちの世代で例えば待ち合わせをしようかって言った時は家電か学校でどうしようかって話してたんだけど、今の時代違います。 LINE？ はい、スマホを持っている子が中心に、ここの店どうだろう、ここのお店どうだろうっていうやり取りをして、次の日にその LINE を持っていないお友達にお話しするっていう形で決めてったんだよね。まず最初に駅の近くのお店がいいよねって言って探してたんだけど、よくよく大人が調べてみると、オープン時間が昼から、はい、昼から、昼からなんか遊んだら帰り遅くなるのでダメですと言いました。朝一で入れるお店がいいよって言って別のところ探しました。その後ですよ、肝心なの。みんなね、親と一緒に行ってるから料金いくらかかるか分かんない。どういうねプランっていうのも分かんない。出番ですよ、ママ。ママが電話かけて、すいません、12月の何日って予約することって可能ですかって聞いて、12月の年末って言ったら料金どうなんですか？チャリンチャリンチャリン。はい、高いんですよ。普通の夏休みも高いんだよね。だけど年末も高いシーズンに入ってるので、知らずに行ったら大変なことになります。まあ思ってたよりかは安かった。安かったね、よかったね。で学割、そうそう、学割が効くんだよね。学生ですって証明できれば安くなるってことだったので、あともう一つは一緒に歌う人数ねが多ければもっと安いとっていうのを調べました。でそれでまあ決定していったわけなんですけど、結局何人で行くの？4人。何？リア充？違うよ、なわけないや、リア充連れてくるわけない。あの女の子ばっかの4人です。でかなり仲いい子たちで、授業の間間にも話したりとか、あとまあもちろん LINE つながってる子もいるし、なので何かあった時はあやさんとママ、ママからママ同士とか全部にも LINE が行くようになってるので、まあ安心して一応渡します。でもさ、あやさん、ママとさ、あやさんカラオケ行った時さ、ずーっとさボカロの曲よ。なんかまだみんなボカロしか歌わんきてる。大丈夫？そうです、あやさんの友達みんなボカロ大好きなんで、ボカロの歌を歌うらしいです。部屋中ボカロです。どの曲聴いてもボカロしか出ない。もしくはアニメで使われた曲なども歌うかもしれませんね。あーあーって言ってください。もうね、今の流行りのね、あの韓国系の曲とかは多分一切歌われないと思います。カラオケは何時間ぐらいおるつもりですか？3時間。3時間コースで今見積もっているそうです。
3時間となると朝一で行ったらご飯どうするの？自分で持ってく人と買う人。自分で持ってく人と買う人。持ってく人はどうするの？作る。あやさんは？持ってく。自分で作るの？うん。ママ手伝わないので冷蔵庫と冷凍庫にあるものを使って作っててください。うん。お茶はフリードリンクだからいいんだよね。うん。さあお弁当はね、よかったですね。前日カノさんお弁当の日なんですよ。なので多分材料が嫁に買ってきて置いてあるはずなのでそれ使ってください。全然大丈夫です。お友達はどうするって言ってた。一人まだ伝えてなくて、一人が現地で買うで、一人が軽く持っていく。自分がっつり持っていく。買いたくない。まあ確かにあのカラオケが安いと言ってもお小遣いから出してもらうのでママたち出しません。お小遣いから出してもらうのでまあ、そこら辺は節約だよね。カラオケで食べ物、ポテトとかアイスとかあるそうなので、まあ、誘惑に釣られないよ。で、あと友達現地で買うって言ってるけど、コンビニもあるんだよね、道中に。そこで買う子もいるそうです。カラオケ行った後はまた歩いてきて、近くのショッピングセンターで時間潰すかな。うん。中学生、ショッピングセンターに行った時にどうしてもやりたいことがあるそうです。皆さんは何を想像されますか？ママたちはこれを聞いたときに、へえそうなんだ、へえ、うん、行っておいでって言いました。さあシンキングタイムです。はい、答えをお願いします。スタバに行きたいです。友達の一人がスタバに行ったことがないと。なのでスタバに寄らせてほしいっていう話をしてたので、スタバがあるところに行くらしいです。あやさんスタバは行ったことあるもんね。うん。注文も1回だけしたことあるもんね。うん。注文の仕方わかるもんね。教えてあげられるもんね。キッズココア。楽しい話をしてる。そうか。もうキッズココア飲めない年代だもんね。うん。まあ一言で、ね、あの祈るならば、天気が晴れだといいよね。うん。駅からカラオケの場所まで歩いて結構かかるんだよね、なんだかんだね。一回友達と行ければね、あの例えば春休みに今度どっか行こうかとか、夏休みに行こうかっていう案ができますからね。なんかあやさんはこれ友達と行ったらこれやりたいっていうのないの？カラオケ。カラオケだけ？なんか学生さんやったらさ、プリクラ撮るよっていうとか。今さ、これでできるじゃん。プリクラで時代遅れな。あのプリクラで目ピーンって。いや、キモいだけやん。中学生はプリクラじゃないらしいです。これだよ、これもう今だけこれだよ。自撮りリア充がいないといいんですけどね。いたところで言うだけでしょ。だって絶対言いそうじゃん。通っとってさ、友達とさ、パッてなった。さすがに人前で大事らしい。アベックがいます。あ、違う、アベック。まあね、そういうような感じで楽しんできてください。いや、今年のクリスマス日曜日でよかったな。クリスマスに学校とか一番最悪やで。もう行く気ねえし、勉強する気もねえ。皆さんは中学校の頃何をして遊んでいましたか？最後まで見てくれてありがとうございます。バイバーイ。今日は久しぶりに家族でコストコに買い物行きます。ガソリンとか結構入りに行ってたんだけど、はい、店内にみんなで行くのは久しぶりです。で、あのついでにハヤの左側にあります、はい、灯油入れていきたいと思います。カナダもある。残念なことにあやさんたちクリスマスが終わってからも普通授業あるんだよね。なそれだけがね、ちょっとね、おかしいな。嫌ですねって言って。あのちなみに保育園はもっと長いです。あらあら。なのでカモさんにどうする、姉ちゃんたち冬休み入っちゃうよって言ったんだけど、私行くよって言ったら、ね、まあ、連れてかなかもとか言って。いけいけ。